名鉄豊川線。豊川線は、国府駅から豊川稲荷駅までを結ぶ名古屋鉄道、名鉄の軌道路線である。全線が愛知県豊川市内にある。豊川稲荷への三 k 路線として、年末年始には混雑する。全線が、鉄道事業法ではなく、軌道法に基づく軌道として建設されたが、全区間専用軌道で自動閉塞を採用し、 鉄道線と同じ大型の電車が運行される。ただし、開業当初は、豊川市内線と呼ばれ、路面電車タイプの電車が充当されていた。岐阜地区の岐阜市内線、美濃町線、田上線が2005年3月31日限り、廃止された後は、名鉄唯一の軌動線となった。運賃計算区分は C、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.25倍。 全ての駅でマナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。国府駅と豊川稲荷駅以外の中間駅は全て無人駅である。なお、鉄道溶欄による起点は国府駅だが列車運行及び旅客案内列車番号の設定においては豊川稲荷駅から国府駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。 ほぼ終日名古屋本線への直通列車が運行されており、輸送力は確保できているものの初詣などのイベントがない時は、船内の利用客はそれほど多くなく、豊川線自体の営業係数は200を超えている。豊川線では、国府駅豊川稲荷駅間の全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、 東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。戦時中現在の諏訪町駅付近に、豊川海軍交渉が置かれたため、軍需物資輸送及び、通勤客輸送を目的に建設された。戦時中のため、レールは、都線区からの流用品で賄われた。どこから流用されたか、旧、西尾線、岡崎新西尾、壁際線、 今村西尾、厚見線、三河田原、黒川源など諸説ある。豊川変電所は、厚見線の天白変電所の危機、車両は、瀬戸線や伊比線、谷組線の車両を転用してまかなわれた。終戦後、豊川市によって、いち早く路線延長の計画が進められ、1948年には、運輸省の許可を得て、都市計画外路に沿う形で、 市役所前駅と豊川駅前広場間の路線延長に取り掛かるものの着工直前に街路の拡張に関して土地問題がこじれ中止を余儀なくされている。名古屋、岡崎方面からの豊川駅までの乗り入れは1926年に稲駅から分岐して小坂井駅に至る小坂井支線を通り小坂井駅から豊川鉄道線、現在の飯田線に 直通運転することで果たしており、豊川鉄道が、飯田線として国有化された後も続行した。しかし、次第に、豊川鉄道時代のような運行が困難となり、抜本的な輸送力増強が必要となったため、1954年に、豊川線が、豊川稲荷駅まで延伸、小坂石線は廃止された。冒頭で述べたように現在も、軌道法に準拠する路線であるが、 線路設備や運転取扱いは、鉄道線であるた路線と同格であり、使用車両の制限もない。600ボルト時代に限っては、鉄道線車両も100型に変わるまで機動線車両のも、30型が運行されていた、いずれも、木造単車。1953年の昭圧後は1500、ボルト車両のほぼ全車種が入線した経歴があり、1970年代には、 朝ラッシュ時に3880系が運用されたり、初詣で特急としてキハ8000系が入線したことも、ある。2005年までは8800系の団体列車が月に1回運行されていた。ただし本線系の車両のうちキハ8500系、2001年に合津鉄道へ、上都とレールバス、キハ30型など、2004年に全廃。 地下鉄直通車の100系と300系、および2000系だけは、今まで入線した記録がない。また、旧制の王車の時代は2両蘇生が主体で、OR 車、AL 車4両固定蘇生の入線は少なかった。過去に運用、または入線したが2010年現在の時点で、当線の定期運用がない車両は1000から1200、系列と2、扉 SR 車、それに2台目5000系程度である。 設備面では木製河川柱が比較的遅くまで残っていたが2000年頃にほとんどが PC 柱に更新された途中駅信号上の行き違い設備の分岐器は当初はすべてスプリングポイントで正月輸送期間以外は使用せず直線側に固定されていたつまり全線で一閉塞であったが1982年の自動閉塞火事に稲口駅を除いて 遠隔操作化され、通年使用されるようになった。また、この時、各行き違い設備に出発信号機が設置され、交換時は、左側通行となっている。それまでは、場内信号機のみで、正月期間のみの使用、スタッフ受け渡しのため右側通行であった。また、同じ正月輸送期間内でも、すべての行き違い設備を使用する、四閉塞に分かれるのは、 毎時最大6往復を運行する1月1日から7日頃までの毎日と2月11日までの休日のみで、それ以外の同期間内の平日は、諏訪振動駅、信号場をのみ、使用に閉塞の毎時最大4往復運転であった。本校では直通する名古屋本線に合わせて、豊川稲荷駅から国府駅に向かう列車を折りとして扱う。 平日朝は豊川稲荷発下り基準で見ると、5時台が初電の1本、6時台が国府止まり1本の後、名古屋本線直通の急行が3本、7時台は快速特急、特急が各1本で間に、船内より開始の普通が2本、8時台は普通のみの4本運行となっている。平日の上り列車は国府発基準で7時台に、 名古屋方面からの直通急行が一本。この列車は豊川稲荷駅到着後、折り返し特急になるあるほかは、初電から9時までは普通のみである。と、休日の上りは、初電から7時台まですべて普通。そのため朝ラッシュ時間帯に、名古屋方面から豊川線に行くには、基本的に国府駅で乗り換えとなる。昼間から夕方は、名古屋本線直通の急行、または、 準急と、船内折り返しの普通列車、平日一本のみ、名古屋本線東岡崎駅から、直通か交互に走り、毎時四往復運転されている。快速特急、特急も含めすべての優等種別列車は、船内の各駅に停車する。ただし、快速特急、特急は、特別停車扱い。と、休日の20時以降は、名古屋本線直通の準急のみ毎時二本。 22時から23時台の終電までは平日と休日ともに上りは準急、下りは国府行き普通のみの毎時2本になり、最終の豊川稲荷行きのみ国府発である。この最終列車は最終の特急豊橋行きから接続しており、名古屋方面から豊川線へは終電の時刻が豊橋駅と同じになっている。以前は車両が国府駅で、 夜間大白のため、初電前と終電後に回送列車が運行されたが、現在は、終電の車両、3500系、3300系などの3000万台車両の6両がそのまま、豊川稲荷駅で夜間大白し、翌日の初電なる。現行ダイヤでは、昼間引く夕刻は、上下列車の行き違いが、八幡駅で毎時4回、本線直通列車同士、 船内列車同士、稲荷口駅で、同2階、上り急行、または、準急と、下り普通行われる。豊川線では、国府駅の場内、遠方信号機を除きすべて二等式信号機で、安全側線もないため、行き違いの際は、両駅及び、諏訪振動信号場とも必ず一方の列車が、先着してから、対向列車が進入する。国府駅では、 名古屋本線に接続、直通しているものの、急行に接続、直通している例が多く、特急、快速特急に接続、直通する例は少ない。現行ダイヤでは、名古屋方面行き直通列車は、国府にて3分で、豊橋行き急行に、逆の本線からの直通列車は、豊橋駅発の特急からも5から7分で接続する。 普通国府泊まりは終点の国府にて4分で名古屋方面特急に接続するが、この列車のみ、豊橋池への接続はない。また、普通国府発は上下両方向の本線急行から接続する。2011年12月17日のダイヤ改正以降の種別ごとの基本ダイヤは一下のようになっている。平日朝7時台に、 下り方面にのみ一部特別車の快速特急83列車と特急91列車が各1本設定されている。2本とも2200系または1700系による運行で、快速特急は国府から3100系または3150系を連結した8両で運行する。この快速特急は国府駅到着の際、 後ろに医療となる特別車からはホームに直接乗り降り、できないので、一般車3号車から乗降する必要がある。快速特急、特急ともに、豊川線内の各駅、始発の豊川稲荷駅、本線特急標準停車駅の国府駅を含むに、特別停車するほか、名古屋本線の元宿駅、美豪駅にも特別停車するため、実質的に、 東岡崎駅まで急行と同じ停車駅になっており、特急との違いは新安城駅通過の有無のみとなっている。2011年3月以前の状況に遡ると、まず2005年1月29日改正から2011年3月26日改正までは、平日朝に2200系による一部特別車運用が、一往復、上りは、新宇沼発、下りは、 名古屋駅設定されており、登場時は2200系唯一の本線東部、豊川線定期運用であった。また、1993年8月12日改正から2008年12月26日改正までは、全車特別車特急も設定されており、2005年1月29日改正前までは、ラッシュ時間帯で1時間に1本。 平日朝の一本は1600系の唯一の10連用設定されていたが、末期は平日1往復412列車、283列車に厳便されていた。当該列車は線形4両編成による運行で、前日夜に名鉄名古屋駅から豊川稲荷駅として運転された。あと、国府駅停泊し、翌朝豊川稲荷発新沼駅。 2007年6月29日改正までは、国府駅で4両増結として運行していた。船内の途中停車駅は、諏訪町駅のみで、名古屋本線の美号駅にも特別停車していた。昼間は休校、朝と夕方以降は、準急が毎時2本設定されており、すべて名古屋本線へ直通、基本的には、名鉄一宮駅発着しており、船内のみの運行はない。 急行、準急ともに、線内は各駅に停車。準急は、名古屋本線の藤川駅、男川駅にも停車し、東岡崎駅伊勢は急行として運行する。また、名古屋本線内では、昼間、平日のみは、有松駅と二つ入り駅、朝と夕方以降は、大里駅にも特別停車する。一部を除き、上りは、鳴海駅、下りは、堀田駅にて、 特急に追い越されるほか、下りは国府駅で豊橋発の快速特急の通過待ちをして発車する。さらに、夕方引く夜間の上り準急は国府駅を発車と同時に豊橋行き快速特急に追い越される。車両は6両編成が、基本、平日ピルマを中心に一部は4両。鳴海駅などで増解決をする場合ありで、三千五百点三七零零三千百系。 3300.3150系による運行がほとんどであるが、6000.6500-6800系による運行もある。このため、名古屋本線内は最高速度の最も低い6000系に合わせた最高速度時速 100km のダイヤとなっている。1987年1月1日改正以降は、基本的に名鉄岐阜駅、本線経由発着だったが、 2008年12月27日改正より、昼間帯の一部は、名鉄一宮駅発着に縮小され、現在は朝と夜の一部を除いて大半が、名鉄一宮駅にとなっている。改装による車両交換を除けば、運行は3時間30分サイクルとなっている。また、2005年1月29日改正から2008年12月27日改正までの、 昼間帯下り列車は、快速急行として運行されていた、停車駅は、名古屋本線の境瀬駅、大里駅を通過する以外は急行と同じ。また、下りは、国府駅で、快速特急を通過待ちした後すぐに発車し、名古屋本線の新清洲駅まで、無退避で運行されており、名古屋方面への所要時間が現在よりも、約8分、短かった。 日中以降平日は21時台までと、休日は19時台まで船内のみ、運行の普通が毎時2本設定されている。2011年3月26日改正からワンマン運転が実施されており、6800系の6828回から6839回のワンマン対応車による二両運転で、名古屋本線、 豊橋駅発着の急行との接続を考慮したダイヤが基本になっている。通常名古屋本線へ直通する列車は、豊川線内でも急行や準急として運行されるため、普通は線内より返しの列車しか設定されていないが、名古屋本線東岡崎駅から豊川線に直通する普通が平日朝にほんのみ存在する。 2005年1月29日改正以前は朝と夜を除き普通の設定はなく、名古屋本線直通の急行、船内各駅停車のみが毎時2本運行されていた。かつては毎年1月になると、豊川稲荷への参拝客輸送のため、通常の急行のみのダイヤに加えて、船内折り返しの普通と名古屋本線直通の特急が正月輸送として、 臨時運行されていたが、2005年度以降は、運行されていない。正月輸送がなくなった2006年以降数年間は、2005年1月29日改正で、毎時に往復新設された、船内折り返し普通、通常は6800系、2011年3月26日以降は6828回から6839回の、 ワンマン対応車による二両運や、休行六両が基本だが、日中の一部は四両で運転。ちなみに八両編成は、豊川線に入れないを、正月輸送期間中に普通を四両に、休行6六両に増結することや通常は、国府駅で休行に接続する、船内を利子の普通を特急に接続させることなどで、参拝客の輸送力を確保してきたが、現在は、 通常のダイヤで運行している。ワンマン運転の普通列車には、安全確保のために、ドア扱い1000人の乗務員が1名乗り込んでいる。名鉄ハイキング開催時には、船内より開始の普通が4両で運転されることがある。2013年11月9日、10日は、豊川市で開催される、B、B-1 グランプリイン豊川に合わせ9時台から16時台まで、 船内折り返しの普通列車を増発し、毎時6本の運転とすることで輸送力の増強を図った。両日は国府駅に快速特急豊橋きが臨時停車し、特急豊橋きと急行豊橋きから普通豊川、稲荷駅に接続するダイヤとし、9日は急行、準急が6両、船内折り返しの普通が4両で運転されていた。 予想を上回る来場者が詰めかけた影響で輸送力が限界を超え、国府駅では乗り換えの客で大混雑となった。そのため、10日は船内寄り返しの普通を6両にし、8時台の列車を増発する措置を取った。国府駅を出ると0.5キロポストの先まで名古屋本線と並行する。その後左に半径600メートルのカーブで本線と分かれ、 田園地帯を改装、開通当時白鳥駅があった地点から23、パーミルの勾配を登り、1996年に完成した広角館へ入ると付近は住宅地となり、間もなく八幡駅に到着する。駅周辺は、北側には飲食店やスーパーマーケット、南側一帯は大手メーカーや地元企業の製菓工場を要する、道工業団地と呼ばれる。 工業団地が広がっている。また駅に隣接して2013年5月に豊川市民病院が移転開設された。八幡駅を出ると旧一大駅があった付近で再び地上に下り、諏訪振動信号場を過ぎると両側に道路、県道諏訪停車場線が並行し、ほどなく諏訪町駅に到着する。付近は戦後になって公共施設や 商業施設などが集積し、豊川市の中心市街地として発展してき地区である。同駅の稲荷口駅方には、豊川市中心部と豊橋市を結ぶ、南台2、県道豊橋豊川線と交差する踏切があり、車が、ひっきりなしに通る。諏訪町駅から稲荷口駅までは、途中の助長ナ橋梁部分以外は、線路両側に道路が沿っている。 1960年代までは線路と道路を仕切る策がなかった。区間最高速度は時速6 0トルまで下がる。稲荷口駅は一時期の終点で、かつては南側に留置線が一線あった。稲荷口駅から終点の豊川稲荷駅までは家と家の間をすり抜けるように走り、区間最高速度は時速5 5トル。左に半径2 0 0ルで急カーブして、 JR 飯田線の線路が近づき、姫街道の踏切を過ぎて、JR 豊川駅の大きな建物が見えてくると、終点、豊川稲荷駅に到着である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。